今日の仕事はマジで重要だぜ。カーディナル、ガリ・ジャーノンだっけ？やつはバーゼルを滑るカーディナルの中でもナンバー2と言われている大物だ。やつとコネクションができれば大きな仕事もやりやすくなる。さあ、できたぜ。いやー、これでガリジャーノンと勝負だ。リンデル、これは何なのよ。ここから先は一人で行くんだ。悔しいが、俺たちでは何もできない。でも…変わるって決めたんだろ。なんじゃこりゃ、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 おお、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、ここにいるではないか。ティピーを心得た美の探求者が、見れば見るほど、なんというアグレッシブな発想だ。エレガントにも程があんぞ。おい、このダイナミックなフェイスペインティングはどうだ。この貧弱なボディが見事にそれを引き立てている。はっ、そうか。花か、これは。はっ、私としたことが少々取り乱してしまったようだ。クリエイティブディレクターはおるかね？は？おるなら呼びたまえ。まさか俺たちまでお目通りが叶うとは。一体何が起きたのさ。奇跡だ。こういうの神の奇跡って言うんだ。神の奇跡？いらねえよ。カーディナル・ジャンポーレ君から彫像制作の依頼を受けておったのだが、今日の感動は私に多大なるインスピレーションを与えてくれた。故に我が芸術の手助けをお願いしたい。仕事のご依頼ということですね。さあよう、私の管轄エリアの一つ、彫刻の森に女性型の素体があるはずなので、それを持ってきてアトリエまで運んでもらいたいのだ。管轄なら自分で持ってくればいいじゃんか。確かに。しかしこの時期森には美の妖精がおるかもしれなくてな。少々危険なのか。危険な美の妖精ですと？何やら甘美なイメージばかりが先行いたしておりますが、どうしてくれましょう。美しき彫刻の森に訪れる美を介する妖精なのだ。妖精との無用な争いは避けたまえ。つまりお触りはなしということか。
相手からしてみりゃまあ災難だ。やれやれ、これを持って帰ればいいのか。ボロボロだ、素体だから別にいいのか。ねえねえってば、花を摘んでも怒られないかな。妖精との無用な争いは避けたまえ。以上。確かに花を摘むなとは言われてねえな。やった。花っつってもさ、地味なのしかないじゃん。霞草ってやつだな。お前の言う通り地味な脇役さ。脇役？見ろよ、主役の花はよく生えてるだろう。運ぶぞ。時を経て醸し出されるパティキュラルな色味、王子の輝きを感じさせるくすみ、まさに奇跡だと思わんかね君。それはもちろん思わない。この素体をもとに彫像を作れば、まさに奇跡が奇跡を呼ぶ美の極致を再現できよう。見たまえ、この酸化皮膜が体腐食性を増し、同時にこの色合いをもたらしておる。なるほど。人間の寿命管理をしているゼニスに関してですが、体腐食性に優れた金属で作られています。動力のゼンマイは気温変化を利用して巻き上げられ、本体はメンテナンスなしでも約6000年。一方、ゼニスがクォーツに設定する人間の寿命は最大でも100年程度。埋蔵エリアは時計回りに順に並んでいます。新生児とクォーツの照合を続けており、生まれた年から埋蔵場所が予測できそうです。不条理な死を。